皆さんこんにちは、恵美子しまむらのふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。はい、皆さん今回はですね、もうすごいね、恵美ちゃんもワクワクする企画なんですね。なんとですね、愛と光押し出す近未来メイク、セルフバージョン。それでね、この愛と光押し出す近未来メイク、これね、めちゃくちゃね、もうやってる方からね、たくさんのね、喜びの声、体験談もいただいております。そしてこの愛と光押し出し、近未来メイクなんですけれども、これでやると運勢アゲアゲになっちゃうんですね。なぜかというと、人はね、どうしたって見た目ってすごい大事なんですよ。やはり光り輝いている人とくすぶっている人とでは全然ね、違ってしまうんですね。なので今日はですね、ぜひ皆さん光り輝く人を作っていただきながら、皆さんもその目でね、ちょっと実感していただいて、またこの近未来メイクの良さを知っていただきたいなと思います。それでは、早速ですね、始めていきたいと思います。今回はですね、愛と光の押し出し近未来メイク、一人目の方なんですけど、はい、勝山店長ですね。はい、よろしくお願いします。はい、もうこれやって本当にね、どうですか、自分でやってみて。いや、すごくお肌のきらめきが変わるので、もう大好きで毎日使ってます。はい、ということでね、ちょっと説明させていただきますと、顔に愛と光を入れるということなんですが、愛というのは頬にピンクの頬紅を入れて光を入れます。そして T ゾーンにまたさらに光を入れながら、上の光を下に落としていく形になるんですが、なんとフェイスカラーでそれを完成させていくんですね。そして最後には髪の毛に光を入れてですね、天の加護ということになります。世間の加護で愛と光を顔に演出し、天の加護を髪の毛を光らせることによって両方の加護をいただけることになりますね。と、はい、いうことで運勢アゲアゲになっちゃうんだよね。はい、はい、ということでクッションファンデーからスタートでやっていただきたいと思います。セルフメイクを、かんちゃんやってください。はい、わかりました。ということでお願いします。じゃあこれから最近やってみますか。これはい、はい、いい感じですね。香りが、非常にこの香りがね、ピンクグレープフルーツの香りなんですね。そして非常にね、しっとり感を出してきますので、モンステルブスプレーは必須ですよね。はい、あ、もうすでにツヤが出てます。出てます、はい、すごい出てます。はい、じゃあちょっとね、はい、じゃあクッションファンデもお願いします。はい、います、はい、クッションファンデはかなり色を白くしているんですが、その白浮きしないところが特徴ですね。なんとですね、この、クッションファンデくすまない、ということに力を入れてみました。なぜかというと、やはりちょっとお化粧した後くすんでくるとね、なんかちょっとね、暗くなってくるので、それが私ちょっと避けたかったので、くすまないクッションファンデを目指しました。どうですか、つけ心地。あ、はい、すごい伸びがいいです。伸びがね、はい、はい、馴染んでるね、もうすごくそしてこれね、すごいのね、今日は後からも男性にもやってもらうんですけどね、なんとですね、本当男性でも合っちゃうんですよ。これ年齢、老若男女関係なく、このクッションファンデ一つでできちゃうというね、不思議なクッションファンデなんですよ。日焼けした方でも OK なんですね。浮かないんですよ。そこがいいかなって私、自負しております。じゃあ次、じゃあ頬紅を使ってください。はい、はい、これは、オーセレブ光チークです。はい、頬の真ん中に笑いながらつけるところが特徴です。笑顔でやることによって頬の位置が明確になりますし、笑ってない顔も笑顔の感じを演出するということですよね。はい、今日 出ましたね。出ました、はいはい、ここがほっぺたですよって感じですね。はい、 OK です。これでだいぶね、こう IQ が出ました。この光チークはピンクの色とそれから光を出しますから、すごく一瞬で頬の位置、そして愛と光が出ます。それでは、
続きましてフェイスパウダーですね、これ本当にね大切なんですね。あの T ゾーンって言っても長めじゃなく短め、ここの第3の目のところに光を入れる感覚で、つけていただきます。はい、じゃあお願いします。はい、それでいいですね。はい、そうそう、そして鼻筋を通して、ここの顔全体に光を入れるという形になりますね。そうすると顔自体もシャープに見えます。そして顎のところもつけます、はい、そして喉のところにお願いします。そうすると非常に顔からのラインが、顔との光がつながって、あの顎から下があまり極端に色が違わない形になりますね。そしたら今度はCホールをお願いします。目尻のところね。はい、はい、そうです。Cラインね、そこです。はい、はい、その時ちょっと頬のところちょっとだけつけてください。はい、そうそう、はいはい、OKですね。あ、もう完全に違いますね、うん、すごいツヤ出てます。ツヤ出ましたね、はい、はい、もうちょっとね、愛嬌出したいので、はい、この頬目にもうちょっと足してみましょうか。はい、はい、はい、そう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 、いいですね。はい、はい、はい、OKです。このくらいつけてても大丈夫なんですね。あとでこのオーセルフスプレーによってかなり馴染む形になります。いい香りですね。はい、はい、そして口紅をお願いします。はい、この、リップは非常にねツヤが出ますので、これをつけることによって本当に顔の中に光がパーッと入りますよね。唇が乾いてる人とツヤのある人とは全然違いますね。潤ってる感じがしますね。そしてスプレーを最後につけてください、はい、これが天の顔を作りますね、まあ、天使の輪にもなりますよ、あの光り輝いてる感じがね。はい、すごいツヤが引き出てる。天使の輪でしょ、はい、この天使の輪、輪がある人とない人じゃ全く違いますよね。顔の存在感が出てきます、はい、これがあって初めて光り輝く人になるんですね。そういう光り輝いた、見せ方をすることによって人生も変わっちゃうんですよね。いいことが流れのごとく起きるんですよ。だから運勢が上げ上げになります。あの皆さんね、くすぶっている方と光ってる方何が違うかっていうと、くすぶってることが悪いんじゃないんですよ。私たちは愛と光、神様が入っているということなんです。その愛と光を押し出すんですね。そのことによって自分の自力だけじゃなくて見えないエネルギーの他力を使う。だから自力と他力両方使うから運勢が良くなるんですね。ということで、じゃあ鏡見ていただきますね。どうですか。もう艶が全然違います。いつもと違う、はい、いつもと違うなんか自分でもこの顔を見たらすごい気持ちがワクワクします。それでは仕上がったところで、はい、はい、合言葉お願いいたします。神降臨、はい、めでかしめでかし、運勢あげあげ、はい、はい、じゃあいきます。せーの、神降臨、めでたしめでたし、運勢あげあげ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の2人目のお客様は田島樹里です。はい、樹里ちゃんももうねやってて、なんか良かったことありますか。あ、はい、自分でメイクするのがすごく楽しくなって、はい、鏡見るのも楽しいし嬉しいし、はい、ウキウキします。ウキウキします、はい、ということでね、この近未来メイクはウキウキするということがね本当に最大の特徴ですね。ということで今日はいつもやっているようにやっていただけますか。はい、はい、はい、オーセルフスプレーを一旦つけて保湿を持たせました。次ですね、じゃあクッションファンデいっちゃっていただけますか。はい、はい、じゃあこちらお願いします、はい、つけすぎた時は何回かスポンジを叩いていただくと馴染みますので、その辺スポンジが楽だよね、はい、失敗がないのがスポンジですね。はい、綺麗に細かくつきますね。はい、じゃあ次ですね、オーセルフ、チーク、光チークをお願いします。はい、はい、笑って笑顔、トントントンよりこう丸く丸く、そう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 、はい、もうちょっと濃くてもいいですね。なぜかというとフェイスカラーをかぶせますから、はい、少しピンクの色は消えますので少し、はい、濃くつけた方がいいです。ジュリちゃんの場合は喉までつけることによって光の御柱を立てます、はい、じゃあで最後の仕上げをお願いします。は
い、もう綺麗に浸透しております。綺麗になりました。じゃあ口紅をお願いします。はい、じゃあこちら薄いピンクなんですけど、皆さんもお手持ちのね、薄いピンク、このような色があったらおつけください。いいですね、めっちゃ可愛い感じ。このトーンの色でもいいんですけど、もうちょっと若く見せたいと思ったら、もうちょっと濃いをちょっと縁取りしてください。縁取り、パッと明るさがちょっと違いますよね、うん、ワントーン上がったピンクをつけました。こちらの、ハッピーツヤコで最後の仕上がりになります。天の加工を引き出しましょう。はい、はい、じゃあ鏡ね、はい、じゃあいろんな角度から見てください。はい、やっぱり光の出具合が全然違うので、うん、はい、やっぱり化粧が大事だ。本当に筆の使い方一つで違うんですね。筆もあえてセットにしてるんですよ。それは普通の筆よりもあえて光を出すための筆を作りました、ということでアドバイスさせていただきました、はい、でももう普段から綺麗にされてるんでね、大丈夫ですから、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは合言葉をお願いしますね。じゃあいきます、せーの、カニコリン、めでたしめでたし、運勢あげあげ。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。3人目のお客様なんですけれどもね、なんと男性なんですよ。それはね、この近未来メイクはね、男性もこれからどんどんやっていただきたいなと思ったんですね。なぜかというと、男性こそが運勢アゲアゲになった方がいいのと、どうしても愛と光、それをもってして周りの人たちと関わることによって、もう信頼感とか、それから親しみ感とか違っちゃうんだよね。なのでぜひね、男性もこれからね、メイクしていただく時代だよね。ということで、じゃあこれまずですね、このスプレーをですね、もうよく振ってですね、顔にちょっとフッとかシュッとやってくれますか。はい、もうそれだけでもう光ってますよね、顔がね。それで次なんですよ、簡単なんですよ、男性。はい、こちらのね、光チークです。はい、これをね、愛嬌を作るために、頬のところ笑っていただきながらつけていただくんですね。笑って、もっともっと笑った、1、2つけるといいですね。じゃあ次のステップなんですけど、オーセレブフェイスカラーをつけます。色はグレーですね。いい感じですよ、もうすでに光ってますね。そしてCホールっていうんですけど、目のここら辺、はい、あ、ここら辺のここね、 C ライン、ここにちょっとこのつけてください。これをすることによって横顔がすごく綺麗に見えます。それで一番この横顔が光ることによって非常に立体感が出てきます。で、最後にシュッと上を向きながらスプレーを顔に吹きつけてください。はい、このぐらいの、はい、はい、はい、いいですね。はい、はい、そして最後なんですけども、頭にね、光を入れることが大事なんですね。じゃあこれちょっと自分で頭にスプレーぐらいですね。週ぐらい、はい、はい、あ、そうそのぐらい、はい、あ、もう全然光ってますよ、すごい綺麗。ということで、これ合言葉があるんですよ、はい、ぜひ言っていただけますか。はい、せーの、カニコリン、めでたしめでたし、運勢あげあげ。はい、2人目のお客様です。お名前お願いします。豊島健太です。はい、健太くんは私前からお知り合いなので、健ちゃんと呼ばさせてもらいますね。はい、もう近未来メイク使っていただいているということですが、はい、どうですか。いや、とっても素晴らしいです。あ、そう、ありがとうございます。はい、大好きです。ありがとうございます。そして今回ね、健ちゃんにはね、クッションファンデーも使っていただくんですよ。はい、ファンデーションっていうとなかなかね、男性って使いにくいんですよね。ところがこのうちのオーセレブクッションファンデーは、なんとですね、男性も女性もオールマイティで、これ一つで OK なんですね。なので非常にね、好評なんです。近未来メイクをやると運勢アゲアゲになるってことなんですが、はいはい、なんかいいことありましたか。女性から声をかけていただけるようになりましたね。ということで、じゃあケンちゃんには自分でやっていただこうかな。じゃあちょっとやっていただけますか。はい、わかりました。はい、じゃあ準備からお願いします。はい、はい、いきます。はい、
色白いから、はい、すごくなんか つけてもすぐね馴染む感じですね。そうですね、こちらはもともと肌白いのね。はい、はい、じゃあ次の工程として、はい、頬紅ですね。はい、あ、笑いながら、はい、そう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 、笑顔でバッチリですよね、けんちゃんさすが。そしてじゃあ今度はね、フェイスパウダーで T ゾーンですね、はい、ここのまっすぐ垂直におでこから T ゾーンでまっすぐ光を入れる、はい、そして喉までいきます。そして C ホール、あ、いい感じいい感じ、はい、いいですね。はい、じゃあ次ですね、最後シールいきます。慣れてる。ということで、じゃあ髪の毛を光らせます。はい、髪の毛が光って初めて天の顔でね、髪の毛になります。めちゃくちゃ、あの、これ肌に当たっても全然ね、大丈夫ですね、このスプレーは。髪の毛が光ることによって、天の角、エネルギーが来るということですね。そして、第3の目のところの光からずっと下に来て、喉の第5のチャクラに来て、で、第4のチャクラ、そこへぐっと来るから、髪降臨なんですね。はい、くんちゃんはいつもね、やってくれてるんですけど、はい、今回また私もちょっとね、ポイントだけアドバイスさせてもらいましたけど、どうですか？はい、普段自分でやってたんですけども、はい、なんか違うなっていつもにかっこよくなったなって気がします。ありがとうございます。本当に光ってるよね、顔がね、はい、それではけんちゃん、はい、あの、神降臨しましたね。なので合言葉をお願いいたします。せーの、神降臨、めでたしめでたし、運勢あげあげ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、本日最後のお客様です。お名前お願いします。リンタです。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、他のメイクと比べて。もともとくすみがちな肌だったので、はい、その近未来メイクで、はい、くすみも飛ばして、はい、で肌がすごく明るくなって、はい、そうすると気分もあげあげ、はい、明るくなって。そうですか、ありがとうございます。じゃあね、今日もね、自分でやっていただけますか。はい、で、私もワンポイントアドバイスさせてもらいながら、はい、やりたいと思いますので、準備のほどお願いします。はい、はい、本当にね、男性も女性もね、皆さんに喜ばれるこの近未来メイク、皆さんがね、最初から言っていたことは、終わった後気分がアゲアゲになる、ワクワクする、ウキウキするみたいなね、感じで言っていただきましたね。まず最初にね、ちょっとコンセルフスプレー振って使ってください。はい、はい、あ、そうそうそう、あ、慣れてる、本当に本当に慣れてますね。OK、いい香りでしょ。はい、はい、すごい、なんかちょっとお肌乾燥してる感じだったんですね。そうですね、もともとが乾燥だった。ああ、そう、最初言ってましたもんね。だからすぐ馴染んじゃいました、これが。はい、じゃ あのクッションファンデを早速塗っていただきますか。はい、はい、結構いいでしょ。はい、うん、ね、すごいいい感じですね。じゃあ次ですね、光チークをつけていただきます。はい、はい、笑顔、笑顔で、そう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 。そして今度は近未来メイクに欠かせないフェイスパウダー。いいぞ、はいはい、そう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 、はい、うん、いいですね、いいですね、はい、いい感じです。そうしましたら最後に、はい、スプレーですね。すごいすごいすごい上手、めちゃくちゃ上手ですね。もうふわーって入ってましたね。いいですね。ということで最後に口紅をつけていただきたいと思います。ということで髪の毛取っていただいて、はい、最後の、ツヤコスプレーをつけていただきます。次はちょっと鏡を見ていただいてよろしいですか。はい、はい、太陽の光が、はい、すごく存在感出たと思いませんか、皆さん。自分でもどうですか。あの、いつもよりもアドバイスいただいて、はい、輝きが増しました。あ、よかったです。筆の、ね、使い方一つ、それからあの頬紅の入れ方一つで全然変わるんですね。それでは最後のね、合言葉お願いします。せーの、神降臨、めでたしめでたし、運勢あげあげ。
はい、皆さん、今日ねお客様5人の皆さんに来ていただきました。本当皆さん変わりましたよね。私的に言うとね、そういう皆さんが本当のその人の中の神が出てきたんではないかなと思うんですよ。なのでね、まあちょっとね愛と光で出せない方ぜひ出していただきたいと思います。顔の艶と光を。なぜかというと中に入っている神様が出てくるんですよ。見えないエネルギーを 100% 味方につける。それともう一つは現代の自分のエネルギーもね自力をつける。で他力と自力をつけて 100×100 は1万倍の成果になる。この運勢アゲアゲのね、近未来メイク、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、この動画良かったと思ったらいいねと拡散、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして皆さんのコメントもお待ちしております。